トミはね好きなんですよ自分が。なるほど、自分を愛してるか、愛してる。ここからは実況解説に、チグさんを来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今回 N1 なんでちょっと緩めの解説というところで、特に制限はありませんので。あ、緩めでいいんです。緩めでお願いします。あ、お箱ですよね。お箱で緩めですからね。前回無難にやったら硬いです、はい、硬い、そうですね。皆さん視聴者が見ているものはちぐさんの、まあ、いろんなねことだと思いますので。でもなんか悪口書かれると心が折れるんで。いやいや、そんなそんな悪口本当に上等で、上等でいきましょうよ。上等で考えられてもそうですね。このテーブルは、あ、今ですね、プレイヤー6人で、この D テーブルは6名で進んでるみたいですね。でもう1テーブルはおそらく6人か7人で進行しているんじゃないかなと思われますが、今千鶴さんちょっと詳細情報はでお知らせします。本田さんもこれワンコール入れますね。皆さんこう守りますね。ちなみに取ってました。あれだ、あれストレートストレートですね。本田さんにフロックストちょっとこれぶつかるかもしれないですね。フロックストが入りつつ、トミスさんにトップヒットで、ナックさんにバックドアフラッシュが効きますが、さあ本田さんのストレートが依然優勢と。ちょっとないんだあれですね、うん、あんまり膨らまなそうな。そうですね、ワンコール、ワンコール、そうですね、うん、トミさんもこうで、そう写真撮ってましたね。これで9、うん、あったか。さあリバーはキングで、本田さんがストレートが入った状態です。アクティブプレイヤーが2人います。本田さんがベッドに対してトミさんがおそらくボールを取ってしまうような。5万です。本田さん5万のトミスさん、ここはどうする。ちなみにチグさん、はい、今年は海外行かれました。今年は行きましたよ。ポーカーはやってないです。なるほど、カジノは行きました。カジノは行きました、ね。はい、バカラか何か。そうですね、他のゲーム、他のゲーム、ポーカー以外のゲーム。ここはN1 なんですけれども、はい、関係ない話大歓迎なので、カジノの面白い話とかちょっと教えてもらいたいなと思うんです。なんかありました、エピソード的に。今回ですか、はい、今年いつ行かれたんですか。直近だと、はい、先月セブ行きました。セブ、おー、はい、どうでしたか。セブはなんかやっぱりあれですよね、その、なんていうんですかね、カジ、僕セブ初めて行ったんですけど、まずはい、カジノだけ目当てで行くとやっぱカジノはちっちゃいですよね。海へ入ってとか、なんか総合的にカジノもあるよっていう感じの人にはおすすめですけど、がっつりカジノの人には、はい、まあセブじゃないところがいいのかなっていう、うん、なるほど。ちなみに天平さんはセブは入ったことないんですよ、はい、行きたいですけど。でも当たってましたよ。立ってました。うん、2手3手キャッシュですね。10ペソ20ペソぐらい、うん、そうです。友達やってたんで、はい、やっぱりそのリゾート地なんで、はい、うん、そんなにレベルも高くなさそうな感じでしたけどね、なんか大会がある時以外は、ね、だから普通に遊びに行く人には、はい、結構キャッシュゲームやりに行くにはいいのかもしれないですね。いい、うん、オリ入ってます。さあ今のハンドは看板屋さんがボタンからオールインで車を散るスタートですね。ちなみにチウスさんが N1 でタイトルを取られたのはいつですか。2011年、4回前。ちなみにその頃、はい、普通は年末付近で1回やるんですけど、はいはい、あの時は大震災があって、はい、チャリティー N1 っていうのがあったんですよ、はいはいはい、で僕はそれに勝ったんですよね。なのであの年は、まあ、はい、
それが5月ぐらいにやって、はいはい、まあ、年末にもまたあったみたいな。なるほど、まあ、じゃあ1回多かったんですね。あ、なるほど、なるほど、チャリティー N1 が、そうです、審査中で、あのフルパッケージ持って行って、はい、レッドドラゴン行って、はい、勝ったら、あの、今までしたら10分の1は寄付してください。寄付してください。ああ、なるほど、そういうやつ。そうです、そうです、はいはい、どうでした、ま、それで海外、マカオ行かれて。あ、その時です。その時は17位ぐらいです。おお、メインですか。メインで。おお、すごいですね。賞金でいうと、いや、でも500人ぐらいだったんで、はい、40万ちょっとぐらい、日本円で。あ、そうですか、日本で言うの。4万円ぐらい寄付して、はいはいはい、まあまあ寄付できたんでよかったです。おつ、10% が40万ってことは、じゃあ400万近く。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。いや、でもあの時も英金スーツでキングクイーンオフに、はい、リレーゾールしてるのにキングクイーンオフで来られて、フロップストレート引かれるっていう大惨事で終了ですよ。なるほど、大惨事ですね。大惨事でした。素晴らしい。だから N1 からタイトル獲得して、そのプライズで、賞金獲得という形で、そうですね、非常に素晴らしい、非常にお得な感じで、お得ですね。今回の N1 は特にプライズも大きいですからね。今回は2本来ますもんね。そうですよ、今回の、N1 優勝はですね、 APPT10 マカオの2万5000メインイベントプラス、はい、ポーカーカップの1万2000メインイベントにマカオ宿泊9泊とエア2往復と、2往復、はい、2往復2発分ぐらいの威力が。半端ないですね。2位が1発分のフルパッケージですもんね。そうですね、2位が1発で1位が2発、うん、素晴らしい。これかなりでかいですよ。でかいですね。2万5000って今香港ドルでいうと40万近くですからね。はい、うん、そうですね、と考えると結構100万ぐらい。はい、さあ、うん、コメント拾っていきましょうか。そうですね、かなりでかい、うん、いくら出しても全然わからない。ちなみにちぐさんは マカオは最近行かれました。マカオは最近行ってないですね。行ってないですか。なんかマカオの面白いエピソードとか。マカオですか。まあ多分いっぱいありすぎて。そうですね。なんか放送できるのチョイス、ね、放送できるのチョイス。まあそうです。まあ大体放送できない。大体放送できない。そうでしょうね。興味がある方はぜひ年賀かどこか。年賀でニコ玉やるのもちょっと難しいんで残念。さあ、ここで反応見てみましょう。さあ、看板屋さんから5万2000のレイスが、アンダザガンから13が、看板屋さんエース10です。ちょっとペースが難しいですね。さあ、ユーさん判断難しい、判断難しいですね。まあ、キングナインスーパーするんですが、お互いショートなんですよね。そうですね、うん、そうです。アンコール入れてもいいとこだけど点数がないですよね。そうですね、アンコール入れるってなるともうおっとさ、うん、まあ、まあ入れます、ね、ここでコール入れました。さあ、ヘッズアップです。ユーさん対カンバヤさん、最初のフロップは2、4、5。さあ、ここでローボードの赤かったけども、看板屋さんに、そうですね、バックダフラッシュとかオレイン、オレイン、看板屋さんがここでオレイン、はい、オレイン、ね、はい、3番。まあ、打たなきゃ絶対オレインですね、あの人。そうですね。どうですか、ちぐさんからすると看板屋さん、過去何度も同卓もされてると思います。いや、そんなことないっすよ。あ、そうですか。もう飲みはよくなる。飲みは、そうです。僕は、いやいや、ちなみに看板初めて隣に座りました。初めて。ちなみに看板さんどうですか、人となりというか。人となりというか。まあ、面白い、面白いおじさん。面白い、面白い、面白い、うるさいおじさん。面白い、うるさい。看板さん、読み込んでるか、読み込んでないかだけ。そうですね、昔優勝しました。昔優勝しました。メインでした。メインですね。APPT ソウルのメインで優勝経験が。とりあえず2000万ぐらいもらったんじゃないですか。おほー、500万ぐらいかな、日本円で。日本円2000万。あ、でもあの、アンちゃんとワンツーだったんで、はい、あ、そうか、アンちゃん準優勝で。そう、アンちゃん準優勝ですね、はい。だからチョップしてると思います、ね。ああ、なるほど。友達なんで。なるほど。そこはあの、一体初です、ね。血を流す必要はないというか、ね、ありますからね。じゃないと、だって最後、わけわかんないハンドで看板が凍りましたからね。王級みたいな。王級かな。なんかあれ、チョップしてなきゃ凍れねえだろうな、みたいなハンドで。なるほど。もう疑惑も疑惑のチョップハンド。なるほど。そうです。その年。での優勝経験もある看板屋さんが現在シート5番に。まあ、でも強いですよね、爆打ちって感じ。そうですね、やっぱあの過去一番でのやっぱ張り具合っていうのもなんか見てて鳥肌が立つというか。そうですね。はい、
別に例えばさっきのだってオールインする必要があるのかどうかとか、はい、と、まあ、ビシッとオールインしてそうです、ね、まあ、たとえあのロゴでなんか当たってたりしても、はい、お先下ろしに行くぐらいの意気込みがありますよね。もうなんかあの人気映画に出てくる役みたいな感じのこう張り具合がちょっとエースキングの中西さんが扮して本田さんがプロテクトさあこの状況にしてまたなんか絡んでそうな絡んでますねこれね。ただ本田さんがモノトーンさあ夏さんにエースキングが入ってる状況夏さん6、7、8とかオープンエンド入ってますね。本田さんにオープンエンド夏さんのエースキングでここは7万1000、うん、ベッドですね。これ本田さんのアクション難しいですね。本田さん前なんですね、うん、まあボールとするんだろうなとは思うんですけど、しかしどうですかこの本田さん、オールスクローバーで夏さんにフラッシュドローバー、夏さんにフラッシュドローバーですね。夏さんフラッシュドローバーで本田さんオープンエンドおりました、うん、まあ、オープンエンドでもね、さすがにオールクラブは、うん、オープンエンドを追いかける意味がちょっと難しくなってきますからね。本田さんならレイズとかあるのかみたいな、はい、ちょっと頭によぎっちゃいましたけど、そうですね、うん、かなりうまいアグレッシブプレイヤーだと思うので、うん、はい、さあマスターズ N1 トーナメント進行中です。現在レベルは流れも結構から来てますね。来てますねこれね、うん、いきなりエーシーズでエースクイーンもはい、さあここで残り人数が出ました。残りプレイヤーは11名です。11名、さあ9人マックスで、ファイナルが進行しますので残り2プレイヤーが終了した時点でファイナルテーブルとなります。ルナちゃんが入りますね。さあルナさんにエースクイーンスーテッドは入ります。現状は、1万2万4万3千、あー結構これはエースハイだらけ、さあエースハイだらけですね。あとも入りましたね。さあ、カンベさんに7ポケが入っています、うん、コール。ユウさんにエステン、さあ、ユウさんがエステンでコールし、カンベさんもコール。カンベさん、そうですね、さっき の, あの8ポケも、ね、本田さん、ここチップを手に持ちましたね。これ本田さん、6、8で本田さんも参加しました、うん、さあ、ここで4プレイヤーになります。さあ、エースを持っているのは2名4プレイヤー。さあボードを行きましょう。6、9、キングと、本田さんに6のボトムが出てます。そうですね、しかしこれ確率が面白いもので、うん、まあすでに、上勝ってる完売さん7ポケの 28% がいる。そうですね、これさあしかしですねこれスペインは2枚でルナさんにフラッシュドローが、うん、ナッツフラッシュドローが入ってますよね、うん、ルナちゃんの CB に全員ポンドするかも。ああドン、さあここ本田さんドンクでスタート、うん、さあ、ルナさん入りますかね、うん、ここね、テペさんどうでしょう。まあ入れると思いますね。ますね、はい、ちなみにチグさん、こう看板屋さんどうでしょう。まあルナのアクション次第でしょうね。ルナがレイズ系、オールイン、はい、レイズしたら、オールインでさすがに降りるんですね、看板屋。さあ、ルナさん、ここでオールイン入りました。ユウさんはエステフォールド。さあ、看板屋さん、ここで7ポケフォールド。さあ、本田さんがここ、難しい選択。上にどれぐらいかですね。まあただ女さん的にはコールこれできますよね。ああできるかな。まあまあどうだろうね。状況相当厳しく見えますね。うん、アウツが6、8があるのか、はい、まあ、あるでしょう。そうですね。まあフラドローし、うん、を逃げ切るという戦いか。本田さんここでカード前に出しホールド、うん、さあルナさんエースクイーンフラッシュドローでポットバックルナさんはちなみにテペさんなんか はい、どちらで、まあ、テポでやられてます、はい、そうですね、テポでいつもディーラーでディーラーでされてますすごく丁寧なディーラーですね。なるほど、なんか中さん的にはどうですか、ルナさん。ルナですか、はい、ルナ昔はキルドでキルドでディーラーだったんです、うん、それからデポ行って、うん、まあなんか感じはいいですよ。感じいいですか、まあ、感じいいですよね。優勝してほしいですね。優勝してほしい。あと大体おっさんしかいない、ね、あとおっさんしかいない、はい、間違いないですね。やっぱ若い女の子が優勝した方がいい、ね、優勝してもらう方がいい、はいはい、何がいいのかよく分かんない。何優勝するのか。そうですね、いいと思う。絵的にもね、まあ
なんでね、この間の海外もインマネしたですよね、ルナって。あ、そうですか。そうですね、確かなんかインマネすごくしてる、はい、インマネ、ほうほうほう。じゃあルナさん、かなりプレイヤーとしても結構しっかりしてますよってブライアンさんが言ってました。あ、言ってました、ね、なんかすごいあれですね、ブライアンさん、この上から見た視点だとですね、いい感じですね。それにつきますね。あんまやもチップがないから動けなくなっちゃいましたね。動けなくなりましたね、うん、今難しいところ。このなんかナッツさん、ナッツさん一番福岡代表ですね。結構やりたい放題というか、まあ、そうですか、アグレッシブだし、うん、チップも持ってるし、はい、でハンドもいいので今日は、はい、どうですかね、優勝、チグさん的に優勝誰するとかですか。モンスターテーブルの方はあんまり知らないので。あ、そうです、タンノイさんとかね。そうですね、丹野井さんが、ブレイク時に130万点、はい、僕は今のままだったらナッツさん一番優勝候補だと思いますけど、ただ、はい、流れが残り2手でわーっと来ちゃったんで、さっきキングス相手にクイーンセット左とか、うん、エースイズでエースクイーン振ったりとか、ちょっと流れが来るのが早いかなっていう。なるほど、そこら辺あるんですね、流れとかあるんですね。ファイナルテーブルでグッとつくのが、まあ優勝するパターンだと思うんですよね。だから、まあ、ただ彼は上手なんで、チップもあって上手なんで、まあ、どう打ち回すかっていうところだと思うんですけど、注目プレイヤーですね。そうですね、今日まあ初めて会ったんですけど、あとちなみになんかこう、あの番外編の塩野さんの予想で、はい、僕はナッツさん予想してるんで、ぜひナッツさんには頑張ってほしい勝手に思ってます。そういう意図もあるというナッツさんなんですけど、ナッツさんかルナちゃんでいきましょう。なるほど、じゃあ解説的の予想としてはナッツさん、ルナちゃん。もう一つのテーブルは女性いないですよね。いないと思いますね。なかったですね、はい、ちょっと情報があれですけれども、現状女性はルナさんのみと、うん、おディーラーの花を添えてくれる方は現状は花ちゃん。これ面白そう。面白くなる可能性があります、ね。可能性あります。夏さんに3ポケ、ルナさんに5ポケがいた。4万5千です。ディーラーカズ。ルナちゃんが対等だから。これリリースじゃないですか、ね。うん、僕もそう思いますね。さあボタンから、うん。おそらくレイズしてルナちゃんがどうアクションを取るのか。そうですね。そこが面白そうです、ね。面白そうです。うん、ものです。何点打ってるんですか。45,000ですかね。45,000です。45,000です。あ、なるほど。賢いですね。さあ2人とも降りましたね。ここでルナ3ポと獲得。ポジションがあるないはもちろんあるんですけど、ルナちゃんのレンジが強いっていう基本的には。あとやっぱりイーハンドしか勝してない、うん、ですね。なるほど。かなりじゃあそうですね。リスペクトもある。そうですね。めちゃしっかりして。上ポケ持たれてるか、うん、まあイーハンド、エースハイのイーハンド。まあどっちにしてもね、そうですね、まあ、僕だったら練習なんですよどっちがいいとかじゃなくて、まあそうですね、レイズで入りそうですけどね、まあ、コールはちょっと苦しくなって、本当にセット前みたいなお話になってしまうので、コメントも一番ラッキーしちょるのというコメント入ってますいや、これはスキルだと思いますけどね、今のホールドは、うん、あ、でもこの前のハンドですね、1個前のハンドのレイズかも、はい、はいはいはい、さっき次のハンドいってみましょう。トミさんですか。43,000。ちなみにチグさん、はい、年末予定は何かありますか。まあ特にないっす。あの特にないっす。ま、毎年年末は 何してるんですか。10万。まあ大体飲んだくれで終了ですよね。うん、なるほど。浅草寺に行きます、ね。浅草寺。はい。浅草寺。地元なんで。地元で。自宅派ですか、正月は。なんかそうですね、でも正月はそうですね、年末は結構ね、いろんな忘年会だから、うん、いろんな人とね、飲み行ったりします。そ そうですね、なんか今日もちぐさん5時まで飲んでたそうなんですよデイ2出る、デイ1の、ちなみにデイ1の前の日も5時まで飲んでた5時まで、かなり飲んでます。5時まで飲んでてよく通過できるねって、ちょっと意味わかんないリスペクトもらって素晴らしいと思いますけれど、はい、ちなみに誰と飲んだんですか。昨日っすか、はい、昨日も看板屋とかですよ。看板屋さん、じゃあ看板屋さんもじゃあ5時まで。看板屋ちょっと早めに帰った。あ、そうなんですか、うん、デイ2があるからですよね。あの、まあ、ダーシュさん、デイ2ありますか。ダーシュさん、ポーカープレイヤーやっぱりね、ちょっとスタミナが違いますからね。長時間座り続けるというね、うん、
構いやでも結構長いですよねこの令和も思いましたけど、うん、はい、残り3ラウンドぐらいもういらないんじゃないかと思う、はい、長いですね令和あれあべに切り上げて飲み行こうよみたいな気持ちもあると、うん、なんかわかんないんですけど、はい、別に N1 をどうこう言うわけじゃなくて、はい、その海外で高い倍払って、はい、いつもと非日常の空間で、はい、出るアドレナリンがなんかこう出ないんですよね、はい、N1 の。あ、そうなんですか。特に序盤、はい、Day1 ぐらいだと、はい、やっぱいつもの環境 で、はい、知ってるプレイヤーもたくさんいて、ディーラーも知ってて、はい、そうですね、まあ、倍はちょっと高いけど、まあ、そこら辺って別に払ったら関係ないですよね。そうすると疲れが、はい、僕はあのやっぱり日本のビッグトーナメントの方が出ちゃうんですよ。あ、海外で、はい、10万20万円の倍にして非日常なとこで、はい、わけわかんないやつらとやると、はい、やっぱアドレナリンが出るんで、はい、まあ、出ますね、あれはね。そんなに疲れないんですけど、はい、うん、なるほど、わかります。じゃあ N1 はやっぱ序盤っていうのはそういう意味での戦いが求められるというか、ただまあ実でここまで来てるんで、まあ、みんなそろそろ、はい、どうかな。今日はそんなことないと思います。今日は空気もやっぱ Day1 とは違いますからね。違いますね、まあ、ポカアドレナリン出ますよね。出ますね、 Day2 ぐらいからは。常々僕思うんですけど、はい、ポーカーやるとやってる人ってなんかちょっと年齢不詳が多いっていうのは、あ、多いっすね。アドレナリンというかドーパミンでこうなんか老いと関係あるんじゃないかな。どうなんすかね。関係ないですか。そんな気が。もういろんな職業の人いますからね。あ、そうですね。ポーカー多いですよね。いろんな職業、ね、結構いいとこ勤めてるやつも多いし。そうです、多いますからね、はい、ちょっと気抜くとねテレビ出ちゃってる人とかもいますからね、まあ、いろんな意味で、今年も2015年が終わろうとしてますけど、ちなみに今年のポーカー界隈5大ニュースあげるっすよ。なんかあ、出してますそれ。あるんですか、引き出しあるんですかそれ。いやいやいや、今年それはまずいでしょ。まずいですね、確かに、ね、まずい振り、まま、勘弁してもらっていいですか。す、俺に言わせるの勘弁してもらっていいですか。今ちょっと不穏当なんですね。ちょっとね、5大ニュース出すと、ちょっとろくなニュースが思い浮かばないです。僕も 間違いない。今言い出した後、あ、やべえ、ちょっとこれだけはみたいなのがちょっとあったんで、この話でじゃあちょっと終わった後に、どこまで自由でいいのかがちょっと測りかねるんですよね。さすがに僕もあのね、ここあのジャンパンオープンのチャンネルなんで、あのちょっと自己ミューならあれですけど、ちょっとあのこれでお願いします。はい、じゃあ次の話題、次の話題いきましょうか。でもこれトミーは結構復活してきたんで、トミーさんこれ復活しますね、なんだかんだ持ってますね、うんうん、で反応入らないユウさんが今あのスチール成功、スチール成功、うん、いいなー。だから S5 でやっぱり、うん、クイーンズの看板にエースいて勝ったダブルアップがでかいですよね。でかいですね、あそこで全然飛んでもね、トムジロ飛ぶのが普通なんで、あれがでかかったですね。あれ23万ぐらい動きましたからね。そこからなんかちょっとね、うん、流れも良くなってきましたよね、セット引いたりとか、うん。さあ、マスターズ 2015N1 Day2 を現在放送しております。グラインドは1万2000、2万4000です。アンティが3000。さあ、テーブル D の様子、残り11名で進行しています。ファイナルテーブルは2名から、あ、2名が終了後の9名でファイナルテーブルとなります。ナッツさんどう出るか。さあ、コードはナッツさん78、守りましたね。プロにオープンの本田さんにコールという形で、ビビプロテクトですね。さあ、ボード、さあ、さん、これきついんじゃないか。すごいボードだな。しかしナッツさんにもルヒット、お互い策持ってるからちょっと慎重なんですよね。慎重ですね、うん、これナッツさんに8が当たって、あら、クローバー落ちました。クローバー落ちましたが、あ、もちろん関係ないのか、関係ない、うん、垂れてコールって感じ。さあ、これ本田さんのエーストリップス、まあこれはまあそうですね、そこまではですね、まあエーストリップスでナッツさんはマックという形です。そうか、ボードツートンだと思いました。あー、ボードツートン。そう、なんかさすがないですね。はい、1のクローバーも、もチェック。コメントでですね、ちぐさん真面目すぎ来てます。あ、マジですか。はい、あのちょっとですね、毎回僕も思ったんですけど、これちょっと真面目かなと、はい、ジャパンオープンじゃないんで、前回も、はい、胸をたちに叱られたんですよ、はい、叱られたんですか。はい、そう、なんかもうちょっと思う存分しゃべってください。そう、本当僕らが期待してるちぐさんの会話はもっとあの、はい、それ言っちゃいましたみたいな。本当ですか。はい、でもなんか、ね、今まで暴言吐いて、
ものすごい悪口書かれてるやつらいっぱい見てるんで、兄ちゃんとかでちょっとひよってるんですよね、はい、すいません、ひよっちゃって。そんなちぐさん僕ちょっと見たくないそんなね、こうネットでわーわー言う人って、まあ大体ネット見ないからあんまり関係ないですけど、じゃあ頑張っていきます。頑張って、あのちょっとエンジンちょっと今2速ぐらいにお願いします。言われた方が美味しいですよ。いいんですよ、もういいんです。入りました、ね、あのナッツさんともう一人、あのもう一テーブルちょっとこれいらっしゃるんじゃないですか、の人たち、はい、はやっぱなんかあれですよね、お上手ですよね。お上手です。全然知らない人たちですけど、うんうんうん、バックドアバー代表さあ、一人がいますね。あ、そうなんです、ね、バックドアバーで来ているのは、ナッツさん、イケちゃんさん、ナオさん、イケちゃんさんですね。ナオさんは来てないんで、来てない、うん、あ、じゃあイケちゃんさんもいます。まあ、ユウさんがセイムでブラインドヘッズで、トミさんがオールイン、トミさんがオールイン先にです。なのでやっぱキングクイーンはこの状況何度かセイムありますけれど、うん、プッシュはできるがコールは難しいというですよね。そうなんだ、エース1本で負けてしまっているが、さあしかしここユウさんユウさんどれぐらいですかね、これ。ただ紫のチップの少なさからすると、まあ、トミさんにはカバーされてるな、うん、カバーされてそうですね、状況ですよね。難しい判断ですが、ユウさんここはどうする。20ちょっとぐらい行ってはキングクイーン、さあ、コールしました。さあ、キングクイーン同士、まあこれはもう、うん、そうですね、イーブンで、さあここから1枚フラもどうなるみたいな、ありますかね、フラッシュが。なかなか、あ、キング落ちました。チョップチョップですね。チョップっぽいです。何もないですね、はい、チョップです。まあ、ゴールでしょうね、今のはね、うん、まあ、ゴールます、ゴールと思いますね。ゴールからの、まあ、うん、カバーしてるやつからドーンと打たれたら、はい、うん、まあ、ドミネートで勝ってるケースもあるでしょうし、そうですね、残り11名で進んでます、うん、マスターズ 2015N1。福岡、大阪、名古屋での、まあ、地方大会予選も合わせた262名。あ、262名、はい、結構少ないな。リエントリーがあるから300名ぐらい、ね、そうですね、リエントリーも入れるとかなり多くなります、うん、あ、なるほど、うん、はい、4回出てる人とかいましたもんね。4回、あ、解禁とか、うん、あ、4回、あ、そうですね、 Day1 が2つあって、1回ずつエントリーで、うん、はい、もうなんか足りないみたいなんで、来年からは何回もリエントリーできるっていう方式になんか変更になるとかいう噂もあります、ね、なるほど、噂が、はいはい、なるほど、出たい、出たい、出たい、もう2回飛んでもまだ出たい、まだ出たい、もうそれだけ、俺はもう帰った方がいいと思うんですけど、はい、間違いないですね、まあ、そうですね、もうそのトーナメントで固執する必要ないと思うんですよ。そうですね、もうキャバクラなら終了で、そうですね、負けでいいからっていう、もう延長、一延長入れちゃってますからね、一延長入れちゃってる状態で、これ以上っていうのもちょっと難しいですからね。まあそれだけの人が、それだけ人にこうね惹かれる、まあ、N1 マスターなんですけれども、これはさあ、これは、トミさんがオープンしてて、カンマさんが守った形ですね、プロテクトした、ね、さあ、カンマさんがオープンですね、うん、そこに迷うトミさん、あ、アグレッシブですね。いや、看板屋さん、ここはすっごいアグレッシブだな。カンマ屋オレンジなの？オレンジしましたね、ドンクベッドオレンジですね、これ。ボードから、うん、こういうとこ、こういうところが、はい、なんて言うんだろう、すごいっていうのか、すごいですね。まあ、うん、SX 下ろしますもんね、これ。その、ね、その、うん、ほんとね、弾力だと思うんですよ。あ、残念ですね。トミさん、ミドルヒット感じ、すごいわ。カンパネさん、ガット、ガットですよね、これ。ガットです。ガットのみです。はい、ガットのみで。ジャックはおそらくアウトじゃない。にならない。あ、カンバイ浮かれてますね。完全に笑顔で。トミさんも相当これは。そうですね。トミとカンバイはすぐ浮かれますから、ね。すぐ浮かれます。この2人はすぐ喋り出します。彼は本当ね。本当ですよ。さあ、コメントを拾っていきたいと思いますが、5大ニュースが流れたというところで。一部ちょっと拾えないコメントあるんですけど、スルーでお願いまあそうでしょうねっていう、まあそうでしょうねっていう、でしょうねって言ってきますね、はい。じゃあちょっとここで参加いただいてる方にそれぞれなんですけども、
スクラッチチャレンジをちょっとちぐさんにもしていただきたいなと思います。やりますか、ちぐさん。やらせてもらいます。当たったらそのまま持ってっていいんで。削る場所大丈夫ですか？ぜひ1000万狙ってみます。どこ削るんですか？ここ削るんですか？そっちです。ここ削ってます。右削った人が1人いるんですか？スクラッチ削っていただきます。ちぐさんの勝負。はい、横へ選んでください。5等は1000円、4等5000、3等1万、2等100万、1等1000万です。これブラインドヘッズ。さあブラインドヘッズで進んでおります。ヨンダさんの散歩決対看板屋さん、またアグレッシブだな。グリップロー看板屋さん、キングデュースでアグレッシブだ。さあオンダさん、ここは散歩決。スタックありますからね。スタックありますからね。このスタックはちょっと看板屋さん厳しいかもしれませんよ。これ SB の看板屋さんがキングデュースでプッシュ。オンダさん3ポケ DD で33万2000円。いやしかしオンダさんかなり持ってるって言っても、これどうですか天平さん。あ、ひそやかにやられました。ひそやかに、ちょっと、じゃあひそやかにチグさんの結果発表ですけども、残念ながら失敗です。サイパーフォードしましたね。あ、降りましたね。いや降りました。こういうところがやっぱりもう強いです、ね、強いですよね。看板屋さんまたしてもとっても、まあ、こういうことは一発で死ぬって可能性もある。まあ、ありますね。ありますね。これはあの、まあ、相手本物だったらもう、うんうん、今のも多分中途半端にレイズしてワンコールされて、はい、まあ、ポジションもチップもない、はい、反応ないような、はい、シチュエーションを生むところを、うん、まあ、バスッと入れるんですね。テンジャックとかそういうのにはもう許さないみたいな。許さない、そうです。コールさせることは許さないみたいな。参加させれないっていう、うん、いやー、これぞベテランならではのこの弾力というかね。今回は結局、まあ、反動もそうですけれど、精神面みたいなところも非常に、うん、締めますから、まあ、技術ももちろんあるんですけど。そうですね。ちなみにチグさんは初めてポーカーやったらいつなんですか？2008年ぐらいですか、ね、2008年。おっとだと、じゃあ7年ぐらいですか。あ、じゃあ結構歴史的にもさすがベテランですね。そうですね。まあ、ちなみに初めてやったきっかけはどこで？アキバギルドですね。お、ギルドで出ました。俺なんかその前からカジノ行ってて。あ、そうなんですか。で、ただブラックジャックとかやってて、はいはい、で、なんか海外でですよね。遊べるとこないのかなって国内ではくぐったら、はい、あなんかここであるね。おー、ちょっとメイドっていうのはちょっと気にかかるけど。なるほど。ちゅうさん別にメイドが好きとかいう、そういう属性なわけではなく、最初はそうじゃなく、はい、それで、あ、なるほどなるほど、まあ、行ってみようと、行ってみようと、うん、はい、どうでした、行った頃の。でギルド今年8周年ですから、はいはいはい、1年オープン直後ぐらいですか。多分ね、年末2007年の末ぐらいにオープンして、あ、キバギルドが、はい、2008年の、まあ、2月か3月ぐらいに来た、はい、おー、なるほど。じゃ会員番号で言うとチグさんも1桁。あ、3桁です、ね、3桁です、ね、500番台。もうじゃあかなり早い。あ、その頃のギルドってどんな雰囲気だったんですか？今のビルでもなかったし、はい、甘いのあれですよね、そっちの通りの狭かったですよね。今のギルドの半分ぐらいしかなかった。半分ぐらい、キャッシュっていうか、はい、リングゲームはポーカーはやってましたね。あ、やってた。ただまだ全然スタッフとか関係なくて、はい、うん、なんかアメリカに住んでたやつとかがルールを教えて、あー、そうなんだ。ノーリミットエキサスの、はい、なんかリングゲームをちょっとやっ、はい、やってたぐらいです。あ、なるほど。ちなみにチグさんもともとはブラックジャックから。あ、そうです。その時はブラックジャックしかやって、なるほど、ブラックジャックとバカラしかやってないです。バカラ、なるほど、なるほど。ポーカー面白いところってどこですか？やっぱゲーム性でしょうね、普通に考え、まあ、なんかまた硬いとか言われちゃう。また硬いとか言われちゃう。あ、じゃあ、ちょっと僕、聞いた質問があれでしたね。ていうか、バカラってもう超反爆士じゃないですか、はい、運ゲーじゃないですか、はい、まあ効果ってスキルゲームって呼ばれてますからね、はいはい、そこの違いは大きいかなと。で、結構僕の周りの東京の人たちって、はい、まあ、入り口が2個あって、はいはい、カジノが好きで、はいはい、もともとカジノとか行ってて、博打が好きで、うん、ポーカーに入った人たちと、うん、はい、ポーカーをあくまでゲームと捉えて、うん、その、はい、長半じゃないと、うん、スキルが上がれば 5-5 じゃないんだよと、はい、6-4-7-3ってこう、はいはい、なるんだよっていう、ボードゲームとかね、そういう系から、そういう観点から入ってる人もいます、うん、すごい、あ、N1 の名前はですね、年末一番強い人、隠したカードが決定的な感じです、ね、そうですね、
年末を裏、来年の裏の年男を決定するかのようです、まあ、年によって年末にはちょっと早いけどとか、はい、年末過ぎちゃったけどとか、いろんなバージョンがあるんですけど、今のバージョンありますけど、はいはい、まあ、皆さんから愛されていますこの辺は。あ、まあ、これはさあボードを持ってみましょう。でも大田さんがオープンするからいい反応が多い、いい反応ですねこれ。さあザガンプライチから本田さんがエースセブンステッドでたまにやるやつですね、コールです、フラットコール、うん、ルナちゃんがレイズで入ったらちょっと状況変わるジャッククイーンステッド、うん、さあ5万5000円、うん、さあレイズで入りました、うん、次回ブラインド上がります。さあここで S、ね、うん、これ U3 BB の U3 ですね。これその前にナッツさんがいますね。ナッツさんジャック8、ナッツさんは降りてますね。ナッツさん降りてますね。ユウさん多分これジャストコールだと思いますね。ユウさん6系、うん、ナッツさん降りてトミーも降りてますよね。ユウさんですね、やっぱりそうですね。ユウさんがショートでポジションもない状態にはコール、サウンダさんもコール、はい、まあそうなりますよね。で、ルナちゃんがポジションあるんで、さあ、ユウさんとしては何としてもここはポット取っておきたい。さあ、ボード出ました。8-5 エースで、本田さんにエースヒット。そうですね。ここはどうですか。ランナーランナーか、夏さんにミドルヒットが出ました。さあ、ここで5が落ちました。本田さん依然2ペアですね。さあ、夏さんが8のミドルヒットの2ペアですが、夏さんはいない、ね、あ、いや、ごめんなさい、夏さんいないですね、はい、ごめんなさい、せいさんちょっと読み取ってます。そうですね、ユウさんが、ユウさんがフラッシュドローが入ってますね、これフラッシュドローない、あ、ダイヤが3枚、ダイヤ3枚、ダイヤ3、あ、入ってます、ありますね、ありますね、フラドローが入ってます、うん、ドロー、ドローのみか、うん、6のみか、本田さん6ドローのみというところですね。本田さん、さあ、ユウさんチェックに対して本田さん、これは結構もう相手のスタックを、ユウさんのスタックを見て、はい、もうこれは全部取るか、おっとチェックしましたよ、ここ。さあ、ルナさんもチェック、あ、ルナさんちょっとここはちょっと諦めてるんでしょう。あ、しかしここでルナさんにダイヤを拾った、ボーダーユウさんですが、ユウさんフラッシュ6、助かりましたね、ハイフラに助かりましたね、本当に。いや、ここはユウさんしてやったという感じが、ちょっと恩田さんらしくないパスだったかなって僕の中ではですけど、普段デコで恩田さんやられてます、はい、いろんなところで一緒にやるんですけどね、はい、どうですか恩田さん、この状況だと、この状況でターンではさすがにベットした方がよろしいのかなって思ったんですよね、はい、まあ、確かに恩田さんっていうのは、うん、まあ、普通に考えたらターン打ちますよね。ターンはベットした方がいいですね。ルナちゃんがエースないって、まあ、教えてくれてる、一応まあ普通に考えたらですけど、はいはいはい、でユウさんもターンのチェックが非常に弱いと、弱い、うん、なら、まあ、まあ、さんは、うん、で、オンダさんの力だともうドローには凍らせない額のベットをするべき、はい、うん、なるほど、そういう、なんだろう、ベイビーフラッシュぐらいのドローだったら、はいはい、うんうん、っていうようなタイプだと思ったんで、はい、うん、逆に僕とかはチェックで回しちゃいそうな気はするんですけど、名前の12カード2枚、もしかしここは4プレイヤーで、ユウさんがフラッシュを取って、うん、かなりこれ盛り返しな感じですね、ユウさん頑張っていただきたい、秋葉ギルド代表、ユウさん、ラッキーだったね、今の。ユウさんはまあ非常にうまいタイトプレイヤー。うまいです、ね。5万3000。ユウさん、悪口多いですか、あのハンドレビューが多いですね。ハンドレビューが多いです。秋葉ギルド3大、口悪いプレイヤーと、あー、ユウさんですか、うん、その通りです、その通りです、正しいこと言ってるんですけど、2大口悪いプレイヤー、あと M 済みですね、 M 済み、はい、口悪い本業隠しという隠して M 済みですね、マユ Z でもいいです、マユ Z でもいいですね、口悪い、3大口悪い、あと1人は誰、あとは最近来てないんですけど、うん、まあ、秋ってやつです、うん、はい、秋さんでしょうね、はい、秋さん、あの3人はマジひどいです、マジひどいですね、ね、ポッドとワイワイやるのは楽しいんですけども、ね、じゃあ、ほどほどでお願いします。看板さんはここで看板さんに5、ボトムヒット、これ非常に難しいですね、さんにこれはキングのガットが入ってる、看板屋さん、しかしここは体力で出るか、うん、ここホールドするんじゃないですかね、ルナちゃんが打ってる、ルナさん打ってます、ルナちゃんがオリジナルで、はい、CB が飛んできてる状況、で、看板屋さんが BB で、うん、で、レンジに強く絡んでるはずなんですよね、エースとクイーン、はい、で5でコールをして苦しいんですが、これコールするとおそらくルナちゃんも何もできないから、看板屋さんに音が流れると思うんです、まあアウツがもちろん落ちたら、そうです、ね、
確かに、うん、まあルナさんも何もしなければチグさん、うん、あ今ボールしましたね、うん、ちょっとこれは受けられないと思いますね。さあここの神前さんからのチップをルナさんが獲得と、まあね、神前も何でもかんでも行くわけじゃないですかその辺がなんていうかこう場の見極めみたいなのが、そうですね、まあそういうのは爆地打ち的な感じとかそうでしょうね、もちろんそのロジックとかも知ってるんですけど、はい、最終的には自分のフィーリングを優先するタイプですよね。まあロジック多少知らないからここまで残ってないですから、ないですかね、多少の実践なのにね、 ABB って勝てない、勝てないですからね、まあやっぱりなんか多少なって言ってしまいましたけど、そう、本当失礼でしたね、我々。壁がありますか？いやですよ、ロンデットただのジジイなんですよ。そうですね。本当ね、その辺がやっぱり、神前さんすごいなと。あ、疲れ様でしたって言われてます。さあ、疲れ様でした。お疲れ様でした。そうでしょう。何に対してそうでしたか？N1 の名前どういう意味ですかというコメント聞きます。また来ましたね。答えてもらう。タムリーさんが答えて。さあ。もう答えてますね。答えそうでした。ありがとうございました。これちぐさんボケてっていうフリーではないですか？あ、そうですね。ちぐさんボケてっていうそういうフリーが視聴者から来て、あ、本当なんかボケればよかったんですかね。もう一回投稿されたらちょっとやっぱりレモンサワー飲まないとこれ一杯飲んだ方がいいんじゃないですか？ちょっと僕おごりますんで、どうですか、一杯いけますか？皆さんお二人なんか好きなドリンクあるんで言ってください。僕がおごります。すいません、すいません、すいません、ドリンクお願いします。解説で言うなよ、正しいどうぞ、あの好きななんかドリンク49,000しか出てない。コロナいただいてよ。コロナ、コロナと氷結、あ、今限定の氷結で、限定、限定氷結、今なら秋葉ギルド氷結350ミリ、はい、堂々の700円、はい、堂々の700円です、堂々の700円ですね、はい、もうこれ以上は何も言わない、何も言わないです、ね、コロナは600円ですかね。ただ軽い衝撃を受けましたけどね、357円、500ミリではないっていうところ、まあまあまあそこはあのいろんな、うん、さあ続けていきましょう。本田さん対夏さんのぶつかりが、本田さんこういうところうまいですよね。これドンクベッドですね。これドンクベッド、ホットオーツに対して相手が、はい、まあ、ダイヤもしくはエースがないと絶対凍れませんよっていうベッドをしてきているわけで、ちなみにテンペイさんデポーカーで見てる本田さんはどういうイメージですか？はい、あ、こんなイメージです。こんなイメージまだ結構ないレイズコールですか？あれですか？さらに16万5千のこれ夏さんすごいですね。夏さんが、うん、本田さんのプレーを見てますね。見てますかね。本田さんがこれはもうドンクであるということを、うん、このベッドやっぱりオリジナルプレイヤーのチップ持ってる、うんうん、プレイヤーに対して、うん、ブラインドからドンクは、はい、あ、まあこういうケースは多々ありますね。ですね、うん、本当に持ってるケースと、あとはまあブラフを入れさせて、はい、うん、連日良いアピールがそのまま続いちゃうケースと、なるほど、うん、僕はああいうプレイヤーとかに対しては比較的ドンクは打たない、うん、打たない方がいいですね、特に夏さんなんですよね。比較的打たないですね、うん、チェックコールかチェックレイズ、うん、チェックコールかチェックレイズ、うん、ですね、がそうですね、うん、あれ今のドンク打つぐらいだったらスリングした方がいいかな。かぶされちゃうともう凍れないんですよ、絶対凍れない。ナッツさんの上手でしたね、今も。なるほど、うん、いや、ナッツさんはかなりあれですね、今回注目プレイヤーの一人、そうですね、そうですね、なんか福岡の方ってあんまりあの東京にいると、うん、一緒にやったことないんですけど、そうですね、あの今回来ている方たち見ると、はい、いや、やっぱ皆さんうまいですね、多分ですね、うんうん、福岡今かなりあの福岡熱も結構人口も増えてるんですかね、増えてますしね、あのこの前 ACOP のメインのサテライトとかもやってましたからね。あ、なんか大きいのもやってますよね、はい、ますからね、うん、はい、あ、来ましたね、いただきます。コロナ来ました、どうぞ飲んでください。すみません、ありがとうございます。どうぞどうぞ、はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、じゃあこれからあのアルコール注入していきますので、皆さんあのどんどん質問あればここ抜けてました。まあ、でも面白いんじゃないですか、そのね、福岡の前方と大阪の看板や、うん、あと、まあ、ギルドで、まあ、上手な優さん、まあ、そうですね、なんかいろいろ揃ってますね、いろんなタイプが、まあ、東京の中でも、うん、ユニークなテーブルですね、まあ、いろんな、いろいろこうバランスよくいるという、うん、そうですね、夏さんテーブル移動をしてますね、はい
問題、注目はさあ、テープ D テーブル RFID です。ハンド公開しておりますマスターズ 2015N1 デイツ。さあ、ブラインドは今24,000、12,000、24,000 の IT3000 のレベル22まで進んでます。残り11名で進行中。11名なんですかね、はい、10名じゃないですか。10名、夏さんが動いてるから、まあ、夏さんが動いてるから、あ、そうですね、おそらく10名になって、夏さんなんで10名ですね、はい、さあ、じゃあバブルです。バブルっていうかファイナル、ファイナルバブル、ここですね、向こうが飛んだんですよね、はい、向こう誰が飛ばれたんですか。飛ばされた方はあれですけど、ちょっと確認中です。はい、さあ現状10名で、マタナカあたりでしょうね。あ、マックスマタナカ先生知らないですけど、知らないですけど、はい、ショートだったんで予想で、はい、残り1名でファイナルテーブルとなっております。現在の時刻は14時48分。はい、さあ残り10名、さあファイナルテーブル7位からが入賞となります。まあプレイヤーには頑張っていただきたい。現在デイツ進行から、11時から始まりましたこの N1 デイツなので、うん、今1、2、3、4時間がそろそろ経過するというところです。お、さあ、ハンド見てみましょう。はい、ユースさんがいたんで終わりました。スナップで降りましたね。ちょっとね、ほんと2015年重大ニュース、まあ、何でも行くわけじゃない。そうですね、何でも行くわけではない。さあ、ポーカー界隈重大ニュースはまあちょっと振りにくいところではあるんですけれども、増えましたね。なんかほかに皆さんお二人ありましたか。木原さんがクレジジャニーで、クレジジャニーで、そうそうそう、はいはい、それはね、この前ヒートニュースね、ヒートニュースですね、ポーカー界では、はい、そうですね、はい、なんで66ジャストコール、さっきのシチュエーションですね、ゆうさんの66ですよね。あ、なんでコメント評価、あれは66ジャストコールで僕もいいかなと思ったんですけど、そうですね、うん、ジャストコール、まあポジションもない状態で、うん、そうですね、っていうところに対してのあれなのか、うん、本田さんが、リンプイン、 UTG リンプイン、これがまあそもそもよくわからない、レンジは上から下まである、まあそこケアしても仕方ないんですけど、うん、まあそこプラスタイトなルナちゃんがミドルワンからオープンしている状況、はい、うん、いや先ほどから天平さんが極めて真面目なコメントをさすがに俺も真面目なやつは天平に任せました正直助かりますね、ただルナのアンダーザガザーのレイズはちょっとおっかないですよね。おっかないですね。確かに警戒しますよね。はい、まあ、やっぱ女性、うん、プラスワンですね。まあ、やっぱプラス1ですよね。まあ、やっぱね、ポカプレイ女性となるとやっぱタイとかもうすげえ、ね、はい、恐ろしい人かな、どっちかという二分されますけど、今回やってる女の子ってどういうイメージですかね、皆さん。タイとかドアグレがどっちかですね。あ、なるほど。8割タイと。ポーカー以外はどうですか。東海外は大体ドアグレなんじゃないですか。気が強い人多いですよね。気が強い人多いですね。うん、そうですね。って思っちゃいます、ね、はいはい。やっぱり男と同じポーカーテーブルで勝負ができるっていう人たちなんで、まあ必然的にやっぱ気が弱いと全部降りちゃうんで、うん、やっぱ気がある程度気が強い人が多いですよね。尻に敷くタイプですか。そうですね。うん、その点でルナなんか普通なんですけどね、まあ、バランスじゃないのかな、わかんないです、まあ、タイトめでバランスが良さそうには見えますけど、普通っていうのを何を指すかで、ちょっとなかなかあれですけど、うん、なんか穏やかな感じっぽい、穏やかな感じ、ルナちゃん入ってますね、まあ、わかんないです、付き合ったことないんで、付き合ったことないんで、さあ、ルナさん、ここエースキングでオーディングが入りました。これどういう状況としては、プリプロでの3ベッド入れたんですね、トミさんが。そうですね、で、5ベッド降りて、うん、さあ、トミさん、3ベッド、さあ、スタッフがかなり、これはルナさんがやや、どれだけ打ってるんだ、上に30、必要勝率どれぐらいか、30何、30ちょいは必要、30ちょい必要、トミスさん、3ポケホールドです、うん、まあホールドでしょうね、でしょう、うん、辛いですけど、まあここは難しい、悩むところでしたか、うん、難しいところです、うん、ルナちゃん持ってきましたね。そうですね、反応も結構入ってますね。まあ ABC ですよね、うまく ABC をやってる感じですね、はい、うん、まあこうテーブルの中ではね、ベシャリでこう、うん、はい、テーブルを支配していくトミさんなんですね、ですね。また英語ができるからより面倒くさい、よりね、英語でね、こう乗り込んで、日本でも外国でもうるさいんですよ、うるさい、海外でも、ね、それは面倒くさい、はい、海外でもベシャリで、ね、ガタイもいいからなんか止めづらいみたいな、そうそうそう、なんか雰囲気も醸し出して、ほんとね、そうですね、ベシャリで支配していくタイプって数名いるんですよね、
そこら辺で強いの大神さんとか。そう、非常に強いです。まあでも全部合わせてポーカースキルですからね。うん、ですね。そう、そう思います、僕も。こういう、これいいんでね。じゃあ例えばスモールに、僕が海外行ったら右隣のやつと左のやつは結構長くするんですよ、はい、でやっぱりその右と左の隣のやつは敵になるよりはにこやかにやってた方が、スモールビッグなヘッズアップになったりだなんだかんだの時に音小さく戦いますし、なれますからね、いいね、べしゃりっていうのはあれですか、うん、それは分かります。さあコメントちょっと拾ってきましょう、うん、初心者丸出しの質問ですけど、なんで伏せてるのに分かるんですかと。これはですね、RFID という、スイカのような IC チップをトランプカードに入れてまして、テーブル下にセンサーがある状態ですね。はい、でテーブルでここで読み取ると。でちなみに、スロップのところにもセンサーがありますし、フォールドした時の部分にもセンサーがありますから、そこで皆さんのカードは常にどうなっているかいうのが見えることができます。まあ今ウンコメでも入ってました。オールインです。さあオールイン。ここはトムさん。さっきのリスチール失敗で結構減らしてますからね。そうですね。トムさんオールイン。トムさんハンバーグ。これユウさん受けるかもしれないです、ね。さあユウさんこれ8ポケ。多分ありますね。これは受けると思います。まあですね。ハンバーグさん、ハンバーグさんまで降りてヘッドとショーダウン。さあトムさんキングクイーンスーテッド対ユウさんの8ポケ。これ8、1枚あったんですか。48枚。もしかして誰か持ってました、ね、8が内側消えてるとかいうケースだと。さあトミさん、先ほどはエース5でクイーンズを抜きましたが、さあここはクイーンをヒットさせ、ガットがありますね、ガットがありますね、クイーンじゃないです、すみません失礼しました、10もありますね、キングケース10、5でカット、失礼しました。ここは8ポケでユウさん取りましたね、カバーしてるのかな、ちょっと残りそうですね。ナイスアブラップですね。結構好きですね。これもさっきの例えば3ポケのリレイズ入れないで点を少なかったらここでこんな思い切ってドーンっていかなかったのかもしれないし、うんうん、そうですね、最初の勝負のあやっていうところもありますよね、うん、精神的な部分もあるし、うん、そうですね、ちょっとよくわかんないですね、はい、うん、確かにポーカーだからこう長時間こうねやりたくしててもわずか2ハンドで1ハンドですら命を失うこともあるという、まあ、油断ができないゲームというところではあります。テーブルここでシーと2番のトミさん、非常に厳しい戦いが行われております。残り1名でファイナルとなりました。マスターズ N1 2015 N1、 あとのでもあれですね、もう一方のテーブルが気になりますね。そうですね、どちらかというと向こうのテーブルの方が圧倒的にチップがあるはずなので、ありますね、そう、タンノイさんがね、うん、先ほど相当ありましたから、うん、先ほどブレイク前の状態でタンノイさん130万で、うん、でもセカンドの恩田さん、タンノイおじいちゃんですか、タンノイおじいちゃん頑張ってますね、タンノイおじいちゃん頑張ってます、おじいちゃん結構ベガスしょっちゅう行きます、ね、結構マカオとかもよくちょいちょいそうです、見ますよね、昔からやってますよね、やってますよね、今ルナちゃんホールドしましたね、なんだろう、今あれだった、ルナさんのソフトプレートですよ、ね、ソフトプレートですけど、浮き輪エース5オフスートを持っていってブラインドヘッジでホールドしたように見えたんですが、まあちょっと真相はなるほど、うん、ちょっとすみません、僕の見間違いだった、酔っ払ったのか、さあ2015年、その読みならってこれテンペイ君、その読みならテンペイ君の会話じゃないっていうツッコミ入ってますけど、そうです、まあ、ポーカーのことは全部テンペイに任せる、そうですね、はい、テンペイさんじゃ一言でありますうるせえバカってもそれ以外のビビプロジェクトしたって話です、はい、あなるほど、はい、それにつきますあじゃあイケちゃん、イケちゃんさんこれちょっとじゃあ出ていただいて、おちょっとここのカメラに入っていただく形で、ちょっとなんか福岡の紹介を簡単にちょっとしていただきたいんですけど、可能ですか、音声だけでもいいですか、初段難しいですか、さあ今ヘッドアップ、さあトミさん47対ユウさん、ジャックトレイの初段オールインの対決が行われております、
さあここはトミスさん4、7をどちらか引けなければ難しい戦いだが、ボードには順位にもジャックが落ち、おっとダブルアップですよ。これストレートですね。トミさんランナーランナーストレート。トミさんここで自力の強さを出した。ランナーランナーストレートでトミさんダブルアップ。さあここで、解説席にはですね大阪、はい、じゃあね失礼しました、福岡、バックドアバー代表の、池ちゃんさん来ていただきます。こんにちは。こんにちは。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。福岡から来た池ちゃんです。池ちゃんさんです、はい、福岡のプレイヤーさんですか。はい、そうです。地方からじゃない、あれですよね。福岡です。福岡、はい、池ちゃんさん普段じゃあバックドアバーで、まあ、たまにちょっと遊び行ってますね。なるほど、はい、どうですか福岡の、福岡市の雰囲気とか。まあみんな和気あいあいやってます、ね、和気あいあい、はい、今回 N1 どうでしたか。我慢我慢ですね。我慢我慢、はい、なるほど、はい、予選の様子はどうでしたか、福岡30、58000、福岡そうですね結構な人数あれでしたけど、福岡の予選の様子とかなんか。まあいつもとまあ変わらずって感じですけど、はい、まあハンドが入ってた感じですね、はい、予選は33名が参加されて、はい、3名通過という形で、今先ほどテーブルでプレーされてた、ナッツさんと、ナオさんは今日はあれなのかな、今日はもう来てないですね。なるほど、はい、2人で。そうですか。福岡のポーカーシーンとこう東京のプレイヤーどうですか、何か違いありますか。まあ、東京の人はタイトかなと思いますけど。東京の人はタイト、はい、福岡は逆にどれぐらいこうアグレッションが、まあ、まあ半々ぐらいのプレイヤーが多いんで、はい、まあ噛めば結構きついというのがある。なるほど、はい、分かりました。ちなみに池ちゃんさんは普段は海外とかでプレイされたりとかは。いや、まあ、韓国ちょっと行くぐらい。あ、韓国、そうね、はい、近いですよね、福岡から。近いですね、福岡でもすぐ行きますからね、はい、福岡歴どれぐらいですか。高校歴は6、7年ぐらいです、ね、おお、はい、初めてやったのもそこですか。ここは初めては、まあ友達同士とか遊びでやってて。ああ、なるほどなるほど。で、まあ韓国行ったんだけど。なるほど、はい、素晴らしい。結構海外でも結構じゃあ。いや、もう本当遊び程度で。遊びで、はい、なるほど、了解です。じゃあ N1、 そうですね、今回ちょっと終了してしまったわけですけれども、はい、福岡ね、バックドアバーすごい盛り上がってますし、僕もあのマニラ先生がツイッター時に藤谷さん、はいはい、藤谷さん、はい、オーナー藤谷さん話しましたけど、とても雰囲気いいなと思ってまたちょっと福岡で効果盛り上がっていただけるのを期待します。はい、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、福岡バックドアバー代表の池ちゃんさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあマスターズ 2015N1 Day 2、10名が、生き残りで、かけております。残り1名が終了した時点で、ファイナルテーブルとなります。じゃあ解説には、実況は私マサシロと、実況でコメント拾ってきます。それより大喜利に反応してあげてと、まあ、RFID こう、小人に小粋なプレゼントをあげば他の人の反応を見られると。実は解説が適当に予想して表示してると。これもなかなか難しい。 RFID スイカと同じものがあると。真面目な感じです。58000。さあ、戻ってきました。はい、てんべさんです。はい、今日で先ほどは、ショートになったトミさんがランナーランナーストレートを引いてダブルアップし、現状、うん、まあそうですね、復帰してる、まあ、ありますね、10BB ぐらい持ってて、はい、そうですね、あれ1本ありますもんね。なんかここで10ないぐらい、ディーラーはカズさんさん。残り10名となりました。残り1名でファイナルテーブル。おまちぐちぐさんの解説聞きやすいと、いいコメントいただいております。ありがとうございます。変わりましょうか。だからちぐさんのちぐさんが突き抜けの状態で向こうで今飲んでる状態です。一回休憩です。
なるべくあの N1 実況なんで、普段真面目な解説を期待している方はですね、あのジャパンオープンの放送を見ていただいて、この N1 はですね、日曜の昼に酒を飲みながらゆったりと見られるというそんな緩い感じの放送を目指していきたいと思います。かしこまりました。チグさん最適です、ね、チグさんが素晴らしいなと思います。ちなみにこの後16時からは、ポーカースターズチームアジアプロの新一ノ瀬新聞紙構成さんを招いての、実況解説がファイナルテーブル行われます。まあ、ちょうど時間的にもファイナルがそろそろ開くんじゃないかという状況なので、新聞紙さんのイケメンがイケメンですよね。いうところで新聞紙さんね、優しいんですよね。新聞紙さん優しいんですよね。すごくいいですよ。結構乗り物かといって悪いわけではないので、うん、結構突っ込むとね、聞いてくれたりとか。お、悪い。あら、さあここで女さん、これダメですね。おっと、これが女さんの駅。ホールドエクイティがないやつ。トミさん、見えましたね。さあ、スーテとトミさん、フラッシュが生き残りの鍵か。ででん。さあ、キング、ジャックとなるところはもうちょ、おっと、ストレートが女さんに入りましたが、ここは、エースのミック。エースのミック。ジャック。お疲れ様でした。もったいない。まあそうですね。でもコールできないんですよね、スタック的に。うん。俺の予想はトミさん絶対ここ来ます。絶対ここ来て喋ってきます。俺の予想絶対来る。あえて呼ばないようにして来るのを待ちましょう。あえて見ないようにしても絶対来る。今の見たみたいな。ここで実況解説にはちぐさんが来ていただいて。これファイナルになりますね。さあ、これファイナルですね。ちょっと今じゃあテーブルで今まとめてチップカウント等の処理を行っておりますので、現在ちょっと解説席に戻っております。解説は、実況私今正志郎と解説に天平さんと、はい、チグさんに来ていただいております。チグさん、そろそろアルコールも入ってボタン決めちゃってファイナルが始まる前に調子出して早速いらっしゃったんじゃないですか。あ、褒められてる俺、ありがとうございます。チグさんのコメント、いいコメントいただきます。チグさん、会話聞きやすい。やっぱ来ましたね、やっぱり来ました。絶対来た、絶対来た。すぐ来ると思ったらすぐ来ました。絶対すぐ来ると思った。喋りたくて喋んないの。あ、ガード声だけってこと。別にいいけど、じゃあちょっと入ってんだけどね。まあ入ってます、ガッツリ。トミさん、お疲れ様。じゃあトミさん、10位でフィニッシュです。トミさん、お疲れ様でした。プレイヤーの富山さん、結構なんかね、流れ途中から良くなったんだけどね。いや、ランナーランナーストレートの非常識だよね。ダブルショットね、ダブルアップ結構多かったですね。すごい、あれですか、フリップがね。うん、ダイナロー、きつい、これはバイじゃねえ。さあ、画面外には今、富山さんが来ております。富山さん、喋りますか？まだいっす。食べるんですか？絶対あれでしょ。新聞さん来たら、ベシャリー出てる感じ、うん、どうぞ。私が俺のハンド語るなっていうのがいいじゃん、別に。まあ、俺はハンドの状況しか。富山さんの本当だよ、本当そう。まあまあ AGPC 勝ったぐらいでっていうのはね、本当その通りなんで、別に僕は何も言いませんけど。別に僕はそれほどに反論しませんけど。さあ、ニコ生コメントが入ってます、いろいろ。さあ、誰だね、あ、僕みたいなやつ、ね、こう5分ディレイあります。今放送は5分後の放送を皆さんが見てます。ああ、はい、まあ、ああ A ですね、はい、ね、来たねみたいな。そうです。ねえ、これリアルです。はい、こっちがリアルで、はい。そうです。リレー解説じゃない。いや、もう飛んでるから。キングファイブでスリーベッドオール入れたら平均だもんだけど。まあそうです。結構でもね、トミさんの時スタックは結構、いやもう雨の半分以下 8BB ぐらいな、はい、あ、そうです、17万だからそんなもんか、はい、8ないぐらいです。現状ですね、今ファイナルのテーブル待ちという状況になってます。シート等の情報はあれですね、うん、さあ、この間ちょっと、これ出したんですか、これ出したんですか、
沼の様子見ていただければ。